まあ、こんにちは。情報発信で役に立つものと役に立たないものっていうのは、まあね、情報発信する人が決めることではないと思います。うん。だからね、何がね、求められて、何が求められていないかって分かんないんですよ。例えば最近の例で言うとね、私例の新型コロナウイルスっていうのは、去年の11月から発信してるわけなんですよ。で、去年の11月から多少煽り気味ですね、かなりオーバーにやってるんですけども、全然反応がなかったですよね。で、12月やって1月の前半やって、あまりにも反応がないので、もうね、世の中の人はもう全然センスがないなと思ったんですよ。世の中の人っていうより私の情報発信をね、見てる人、拡散しないんで。でも今はどうでしょうか。私別に自分でコロナウイルスのこと発信しなくても、たくさんの人が発信してる。そればかりか、買い占めとか買いだめが起きてるぐらいブームになってるんですよね。ちょっと例としては適切じゃないかもしれませんけども、結局ね、いろんなものを発信していって、一番反応がいいものに特化していく、この繰り返しなんですよ。だから情報に価値があるとかないとか、ごたくはいいんですよ、本当に。そうじゃないんですよ。でいろんな角度で発信していって、で、あとね、もう一個言ってたな、自分が専門家であるから誰かに受け取ってもらえるっていうのも、これも違います。かなりの高いレベルになったら専門家というレッテルは必要だと思いますけども、じゃあね、私が YouTube を一番最初にやった時、もしくは情報発信を初めてやった時って、私は何者だったかってことなんですよ。麻雀屋の親父ですよ。麻雀屋の人間が麻雀のことじゃなくてネットビジネスのことをいきなりやるわけですよ。どうですかってことなんですよ。私専門家でも何でもないじゃないですか。影響力もないし、視聴者もいないし、 YouTube のチャンネル登録もいないし、で、 Facebook の友達500人以下なんですよ。で、そこから麻雀屋の久保さんっていうね、そういうレッテルからネットビジネスのことを発信してるわけなんですよ。だからね、あんまりそこは気にしない方がいいと思うな。だから、まあ言い方変えるとね、やらないこととか結果が出ないことを、そこに原因があるっていうふうに考えるから、またやる気がなくなっちゃうんですよ。だからね、なんだろうな、例えばこのラリーがあるじゃないですか。このラリーも、ちょっと適当じゃないかもしれないんですけども、気を悪くしないで聞いてもらいたいんですけども、例えば立場が逆だったら、私がね、しのき君の立場だったら、私はネットビジネスでは全くうまくいってませんとかね、もうオーバーに言ったらね、それから情報発信が継続できないんですと。しかも私の情報発信には人が集まってこないんです。そんな私とものすごく影響力があって、ものすごく稼いでいて、チャンネル登録もたくさんあって、情報発信の量が半端じゃない方、この天と地ほどの人間のラリーがどんなものか興味ありませんかと。そして私がダメなまんまでいるのか、進化していくところが見れるのか、それに興味を持った人はチャンネル登録お願いしますみたいな感じで私はやりますね。ちょっと言い方とどぎついんで、気を悪くしないでくださいね。本当に新垣君はそんなダメな人間だと思ってるわけじゃないんですよ。ただ私が立場を変えてやるとしたら、徹底的に自分のランクを落として、こんなダメダメな自分と、もう素晴らしい、憧れても手の届かない雲の上のみたいな人が、なぜかラリーをやってくれると。そこの中で、この振れ幅の中で、必ずあなたはどっかにいるはずだから、必ず誰かの役に立つと思いますよっていう風な発信を、いつもいつもしますね。で、自分の発想と、すごい雲の上の人との発想の違いを、みんなで見てみませんかっていう風な感じで、動画のラリーをやりますね。そうするとどうでしょうか。かなり興味を持ってもらえるようになるんじゃないかなと思いますし、自分の発信にね、不安を覚えてる方、なぜか継続できない方、やってもやっても稼げない方っていうのが、新垣君に共感して、俺も同じ気持ちなんです、よくこのラリーにたどり着いてくれました、自分とラリーをやってくれる上級者なんていないんで参考になりますみたいな感じで食い込んでくると思うんですけどね。だからこれがどんな自分でも、どんな立場からでも価値を持たせる発信になるといえばなるんじゃないかなと思います。だからね、自分がダメな人間であっても、素晴らしい人間であっても、どっちでもいいんですよ、それは。どっちでも。開き直って自分がバカですみたいな発信をする吉谷さんのね、私は 10年じゃないね、2012年に初めて吉谷さんの動画を見たのは、俺は誰よりもバカですっていうところから始まったんですよ。で、ホワイトボードで書いてるときに、漢字は書けないし、数字は間違うし、しまいにはもう適当で、もうね、本っていう漢字すらひらがなで書いてるんですよ。本って漢字が分かんないで、ひらがなで、みたいな。で、でもね、何を伝えてくるかってことが受け取れるわけなんですよ。ほとんどが、はっきり言って当時は役に立たなかったですよ。でも、なるほど、こういう人でも人に何かを伝えることができるんだと。そして自分は確かにそこから学びを受け取ってるなってことを、まあ、気づいたんですよね。だからあまり関係ないですよ、役に立つ発信とか役に立たない発信とか。
うん、だから短期的に決めるもんではないかなと思います。いろんな角度でやってみて、どこに自分だったら自分の発信、何どんな発信をしたら自分のルートにある人は受け取ってくれるのかなってことなんですよ。まあもちろんね、飲食店をやってる人が飲食店の放送したらそれはヒット率高くなりますよ。ヒット率高くなるんですけども、飲食店で働いてる人の発信っていうのはそれなりに高いレベルを求められるんで、あれ飲食店やってる割には誰でも知ってることしかこの人できてないじゃんっていうふうに、うん、される可能性はありますね。で、多分私が麻雀店っていう人間からネットビジネスを発信したのは、麻雀店の人間でもネットビジネス稼げんの？みたいなところで多分興味を引いたと思うんですよ。ネットビジネスってところと赤字の麻雀店のところの間にほとんどの人いるからなんですよ。だから自分が求めてるものがこれだけあって、自分の今の立ち位置がここでっていう、このギャップの間にほとんどの人がいるっていう利点は使えるかなと思うんですけども、いかがでしょうか。